ロサンゼルス・レイカーズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに本拠を置く、全米プロバスケットボール協会のチーム、ウェスタンカンファレンス、パシフィック・ディビジョンに所属。レイカーズは、NBA の歴史の中でも最も成功したチームの一つであり、ボストン・セルティックスと並んで歴代最多体の17回の NBA チャンピオン及び1回の NBL チャンピオンを獲得している。 その他に1回のマクドナルド選手権優勝がある。1960年代のレイカーズは、エルジンベーラーとジェリー・ウェストを中心としたチームで、NBA ファイナルを6回出場を果たしたが、セルティックスに6回とも敗北し、これにより、長年にわたるセルティックスとのライバル関係が始まった。1968年、レイカーズは4度のシーズン MVP を受賞している。 ウィルト・チェンバレンを獲得し、新しいヘッドコーチとして、ビル・シャーマンを就任し1972年に6回目となる NBA チャンピオンを獲得した。ウェストとチェンバレンの引退後、チームはカリーム・アブドゥル・ジャバを獲得した。ジャバーは在籍中シーズン MVP を複数回受賞したが、1970年代後半はタイトルを獲得することができなかった。 1980年代のレイカーズは、マジック・ジョンソン率いるトランジション・オフェンスから、ショータイムという愛称で呼ばれた。チームは9年間で5回のチャンピオンを獲得し、当時は、マジックの他に後に、殿堂入りとなるジャバーや、ジェームズ・ウォージーが所属しており、ヘッドコーチには現在マイアミヒートの球団社長である、パット・ライリーが就任していた。ジャバーと、マジックが引退した後、 1990年代初頭は低迷していたが、1996年にシャキール・オニールとコービー・ブライアントを獲得した。ヘッドコーチには1990年代に6回の優勝を果たしているフィル・ジャクソンが就任し、オニールとコービーのダイナミックデュオとともに、チームは2000年から2002年にかけて、フランチャイズ史上2回目となる3ピートを達成した。 また、2009年と2010年には2連覇を達成した。しかしその後10年間チームは低迷し続けることとなったが、2018から19シーズンより、レブロン・ジェームズを獲得したことにより名門復活を掲げ、2019年にはアンソニー・デイビスを獲得し、2020年に優勝を果たした。元はミネソタ州にあり、一帯には湖が多かったことにちなんで、 レイカーズと名付けられた。レイカーズは同じロサンゼルスに本拠地を置く NBA チームロサンゼルスクリッパーズとワンバのロサンゼルススパークス、NHL のロサンゼルスキングスのホームアリーナとしてステープルズセンターを共同で使用している。1971から72シーズンにおいて NBA 史上最長となる33連勝の記録を保持している。現在、 レイカーズに在籍したことがある26人の選手と4人のヘッドコーチが殿堂入りとなっており、王朝時代を築いた4人の選手らのレイカーズ、在籍時に獲得したシーズン MVP は計8個である。経済誌、フォーブスによると、2021年のレイカーズの資産価値は推定46億ドルと算出しており、NBA チームの中ではニューヨークニックス、 ゴールデンステート・オーリアーズに次ぐ3位、全世界のスポーツチームの中では7位と格付けされている。1946年、デトロイト・ジェムズとして創設され、NBL に加盟。4勝40敗と惨単たる結果に終わり、1947年にはミネアポリスへ移転し、ミネアポリス・レイカーズに改名した。前年、デトロイト・ジェムズがリーグ最低の成績に終わっていたため、 後に、偉大なセンターとなるジョージ・マイカンを、ドラフトで獲得した。1948年、所属していた NBL と、バーが合併、NBA が結成される。ジョン・クンドラに率いられたチームは、後に、電動入りしたバーン・ミッケルセン、ジム・ポラード、ドラブレットラを用意し、1952年から1954年までの3連覇を含み、1949年、 50年にも優勝、6年間で5回優勝と黄金時代を築いた。その後、1960年にロサンゼルスへ移転、ロサンゼルスレイカーズとなる。1960年代は電動入りしたエルジンベーラー、ゼリー・ウェスト、ゲール・グッド・リッチそして、ウィルト・チェンバレンを擁したが豊富なタレントにもかかわらず8年間のうち、 6度もボストンセルティックスを破ることができずに優勝することができなかった。セルティックスのビル・ラッセルが引退すると NBA は新時代を迎えニューヨーク・ニックスが台頭し、レイカーズと3回 NBA ファイナルで激突した。1960年代のライバルがセルティックスなら1970年代のライバルはニックスとなった。1970年にニックスと ファイナルで対戦したが敗退する。1972年にベーラーが怪我が元で引退をするとチームの結束力は高まりビルシャーマンヘッドコーチのもとでアメリカのプロスポーツチーム最多連勝記録33連勝を記録しファイナルでニックスを破り久々に優勝した。これはロサンゼルスにもたらされた最初のチャンピオンシップとなった。その後 チェンバレンやウェストなど主力選手が引退し、世代交代していく。トレードでカリーム・アブドゥル・ジャバーを獲得したが見返りに有能な選手を放出したためしばらくは優勝できなかった。マジック・ジョンソンとカリーム・アブドゥル・ジャバーらのショータイムにより、レイカーズを1980年代に5つの NBA タイトルに導いた。百七十九年にマジック・ジョンソンが入団してから、 黄金時代を築く。1979から80シーズンの NBA ファイナルでフィラデルフィアセブンティシクサーズを破り、ジョンソンは新人ながらファイナル MVP を受賞した。ジョンソンはジャバーが欠場した試合で42得点15、リバウンド7アシストを記録してシリーズを制した。1982年にはジェリー・ウェストがジェネラルマネージャーに就任。 ジェームズ・ウォージーをドラフト1位で獲得し、ジョンソンを中心とした華やかな速攻からチームはショータイムと呼ばれた。1980年代には、モドレイカーズの選手のパッド・ライリー率いるレイカーズは10年間のうち8回ファイナルに進出し、そのうちごと優勝した。1987年、88年の連覇は1969年の ボストンセルティックス以来であった。この間、ラリーバード要するボストンセルティックスと3回対戦、そのうち2回優勝、ジュリアス・アービング要するフィラデルフィア・セブンティシクサーズとは3回対戦して2回優勝している。1985年の NBA ファイナルにおけるマジック・ジョンソンとジャバー。特に1987年のチームはボストンセルティックスを倒し、 NBA 歴代最高のチームに選ばれた。1988年、89年のファイナルでは、アイザヤトーマスを中心とした、バッドボーイズのデトロイトピストンズと2年連続対戦。88年は、トーマスの負傷もあって4から3で勝利したが、翌89年は4連敗で敗れた。アブドゥルジャバー、ライリーが去った91年にもファイナルに進出したが、マイケル・ジョーダンする。 シカゴブルズに敗れ、ジョンソンはしばらく現役を退いた。その後は、ウォージーも引退し、1990年代中盤、ゴロには、セドリック・セバロス、ブラディ・ディバッツ、エルデン・キャンベルや、ニック・バン・エクセル、アンソニー・ピーラー、ジョージ・リンチ、エディ・ジョーンズなど、好選手を多く要した夫人を宿が、プレーオフを勝ち抜くには至らなかった。シャック・コービーの王朝フィル。 ジャクソン・シャキール・オニールとコービー・ブライアントは3年連続の NBA チャンピオンをチームにもたらした。1995から96シーズン終了後、シャキール・オニールをオーランド・マジックより獲得、シャーロット・ホーネッツが全体13位で指名したコービー・ブライアントをベテラン・センター・ブラデディバッツとのトレードで獲得、また全体24位でデレック・フィッシャーを獲得すると、 次第にチーム状態は上向き一躍優勝候補になった。1999年にフィル・ジャクソンをヘッドコーチに迎え、グレン・ライス、ロン・ハーパー、ホーレス・グラントラベテラン選手を加えたチームは躍進し、レイカーズは2000年、2001年、2002年に3連覇を果たしオニールは3年連続でファイナル MVP を受賞して、再び黄金時代を築いた。 特に2001年のプレーオフのレイカーズは15勝1敗で過去最高の勝率を記録した。2003年にサンアントニオスパーズに敗北し、4連覇の道は閉ざされた。2003から04シーズン前、何としてもチャンピオンリングを取りたい大物ベテランのカール・マローン、ゲイリー・ペイトンとを加え、史上最強のチームとも呼ばれ、2004年のファイナルに進出したが、 デトロイトピストンズに1勝4敗で敗れた。マローンの不信が敗因の一つとも言われている。また、オニールとコービーは不仲であり、2004年7月に、オニールはラマーオド村と交換でマイアミヒートに移籍し、フィル・ジャクソンもチームを去った。コービーガソルの時代コービー・ブライアントとパウガソルを中心に2連覇を達成した。 2004から05シーズンにプレイオフ出場を逃したが、2005から06シーズンには、フィル・ジャクソンが帰還。チームは、フランチャイズ歴代最多記録となる1試合81得点などを、記録したコービーを中心に戦ったが、ウエスト7位に終わり、プレイオフ1回戦で、フェニックス・サンズに敗れた。レーカーズが1回戦を勝ち上がっていた場合、同じステープルズセンターを本拠地とする。 ロサンゼルスクリッパーズとの対戦という面白い組み合わせとなるところだった。オニール対談後の数年は、コービーはスコアラーとしての能力を存分に発揮したが、チームとしては低迷していた。2007から08シーズンの冬季トレード市場では、クワミ、ブラウン、ジャバリスクリッテントン、ドラフトシメ権ケンとのトレードで、メンフィスグリーズリーズから2002年の新人王を、 受賞したパウがそれを獲得し、大型センタープレイヤーの補強に成功すると再び、西の強豪となり NBA ファイナルにも4年ぶりに進出したが、宿命のライバルであるボストンセルティックスに敗れた。2008から09シーズン、ファイナルでオーランドマジックを破り7期ぶり15回目の優勝を果たした。ホワイトハウスに招かれたレイカーズ一同2009から10シーズン。 一昨年敗れた宿敵の相手ボストンセルティックスをファイナルで破りに連覇を達成。2010から11シーズンは3連覇を狙ったが、その年のファイナルを制したダラス・マーベリックスにプレイオフセミファイナルでスイープ負けを喫し、不完全燃焼でシーズンを終え、フィル・ジャクソンも退任した。六年連続でプレーオフに進出した2011-12シーズンは、昨年の名誉番会を試みたが、 一回戦の、デンバーナゲッツに予想外に手こずり7戦目で、ようやく勝利したが、二回戦は、オクラホマシティサンダー相手に一勝しかできず、セミファイナルで敗退。ナッシュハワードの獲得。しかし低迷期へ2012年7月11日、サイントレードで MVP を2回獲得した、スティーブ・ナッシュの獲得を発表。背番号は10。ナッシュの全所属である、 フェニックス・サンズは2013年と2015年のドラフト1巡目指名権、2014年と2015年のドラフト2巡目指名権、現金300万ドルをレイカーズから獲得することとなった。さらに、当時現役最強のセンターであったドワイト・ハワードも、オーランド・マジックから獲得し、3年ぶりの優勝を狙った。しかし、HC のマイク・ブラウンが取り入れた。 プリンストン戦略に選手がうまくはまらず、プレシーズンは0勝8敗に終わり、史上初のプレシーズン全敗を記録した。加えて、レギュラーシーズン第2戦目で、ナッシュが当時ルーキーのデイミアン・リラードと衝突、その際に右足を骨折する重傷を負い20試合以上を離脱することになった。結局、第4戦目にしてブラウンが成績不振を理由に解雇され、代わりに、 ナッシュがサンズ時代に HC を務めていたマイク・ダントーニが就任する。この就任はナッシュがダントーニの得意とするアップテンポなバスケスタイルを理解しており、以前アマレス・タウダマヤーと展開したようなピックロールがハワードと再現できるとチームが考えていたからとされている。しかしナッシュが怪我で離脱している間、チームの戦略が ブラウンのオフェンシブなものからダントーニの超オフェンシブなものに変わり、チームは混乱に陥った。コービーのもとそこそこ奮闘したが、この方針の急転換に選手がついていけるはずがなく、成績は悲惨なものに。ダントーニの戦略を熟知しているナッシュが怪我から2ヶ月後に、復帰した時期には希望が見えかけたが、ピックロールをほとんど経験していないハワードには、 あまれのような立ち回りができず NBA オールスターゲーム前の前半は25勝29敗と勝率5割を切っていた。オールスター後、断頭にはチームがプレーオフに行くには20勝8敗が最低条件と言及。勝率5割を切っていた彼らには高すぎるハードルだった。ところが後半戦では快進撃を見せつけ、最低条件をクリア。 プレイオフ圏内の7位に滑り込んだ。しかし、コービーが、レギュラーシーズン終了5日前のゴールデンステート、ウォリアーズ戦で、アキレス圏を断裂、プレイオフは絶望的になった。そんな状況で迎えた、プレイオフでは、1回戦で、サイアントニオスパーズと対戦。しかし、多くの選手を怪我で亡くしていたチームは機能せず、屈辱のスイープ負け、屈辱のシーズンに幕が下ろされた。 シーズン終了後、ハワードはヒューストンドケッツに移籍した。2013から14シーズンはコービーがわずか6試合、ナッシュが15試合しか出場にできなかったこともあり、ロサンゼルスにフランチャイズ移転以降初めて30勝以下となる27勝55敗でシーズンを終えた。8シーズン続いていたプレーオフ進出も途切れることとになった。2014から15シーズンは、 ヘッドコーチにチーム OB のバイロン・スコットを招聘し再スタートを切ることになった。しかしガソルがシカゴ・ブルズに移籍するなど暗雲は依然垂れ込めていた。チームはガソルの獲得に伴ってブルズから放出されていたカルロス・ブルザーと契約。さらにヒューストン・ロケッツから地元出身のジェレミー・リンを獲得するなど積極的に動いたが毎シーズンからの悪夢は続く。 キャンプ中にニック・ヤングが右手を骨折し、ナッシュが持病の背中痛を悪化させてそのまま引退を表明。さらに開幕戦のヒューストンロケッツ戦で、ルーキーのジュリアス・スランドルがシーズン絶望となる怪我を負ってしまう。そして、コービーも2015年に入って右肩を負傷し、手術のためにシーズン残り試合を全球となるなど、ネガティブな要素ばかりが目立ってしまった。 スコット HC が掲げていたチームディフェンスの立て直しも当然進まず結局甘いシーズンをも下回る21勝61敗というチームワーストの成績でシーズンを終えた2015から16シーズンは開幕直後からコービーがゼフ不調でそれに引きずられるようにチームも負けを重ねた十一月十九日にコービーが引退宣言を行いレジェンドのファイナルシーズンに チーム内外から奮起を求められるも、その後も NBA ワーストの28連敗中だったフィラデルフィアセブンティーシクサーズに敗れるなど調子は上がらず2年連続でチームワーストを更新する17勝65敗に止まりウェスタイカンファレンス再開でシーズン終了。コービーに花道を飾ることはできなかった。2016年4月24日、レイカーズは バイロン・スコットの次のシーズンの契約オプションを行使しないことを発表した。4月29日、ルーク・ウォルトンを新ヘッドコーチとして就任した。ウォルトンは当時プレーオフ待った田中のゴールデンステート、ウォリアーズのアシスタントコーチに就任していたため、ウォリアーズのプレーオフが終了するまで正式にヘッドコーチとして活動できなかった。2016年の NBA ドラフトでは、 デューク大学出身のブランド・イングラムを全体2位で指名した。2017年2月21日、レイカーズはゼネラルマネージャーの未チャ着を解雇し、マジック・ジョンソンをバスケットボール事業の社長に任命した。2017年3月7日、レイカーズはロブ・ペディンカをゼネラルマネージャーとして5年間の契約を結んだ。2017年の NBA ドラフトでは昨年と同じ。 全体2位でロンゾボールを指名した。また、27位で、ブルックリン・ネッツから指名されたカイル・クーズマを、ドラフト開催日に、ブルック・ロペスやデアンジェロ・ラッセルらが絡んだ、大型トレードにより、ケンディが、レイカーズに移動し獲得した。2018年のレブロン・ジェームズ2018から19、シーズン開幕前、FA となったレブロン・ジェームズを、クリーブランド・キャバリアーズから獲得。 マジック・ジョンソン GM は3年計画での名門復活を掲げた。2018から19シーズンはシーズン中にトレードでアンソニー・デイビスの獲得を狙ったが、対価として放出されそうな若手たちが動揺し、チーム内の雰囲気は悪化。結局、デイビスの獲得には失敗し、最終成績はレブロンが加わったにもかかわらず、前年からわずか2勝しか上積みできず、 6年連続でプレーオフを逃した。ジョンソンは責任を取って GM を辞任し、ヘッドコーチのルーク・ウォルトンも解雇。5月13日、フランク・ボーゲルが新ヘッドコーチに就任した。2019年の NBA ドラフトで1巡目4位の指名権を獲得した。7月6日、ニューオーリンズ・ペリカンズとのトレードでロンゾ・ボール、ブランド・イングラム、ジョシュ・ハート、 2019年のドラフト総合を4位、指名権を放出し、デイビスを獲得した。2019年より、レイカーズのヘッドコーチに就任したフランク・ボーゲル2019から20シーズンは、レブロンとデイビスの強力なデュオを中心に開幕から、勝利を積み重ねた。12月12日のオーランドマジック戦に96対87で勝利し、ロード戦中に連勝で、 ウェスタンカンファレンスシーをキープ。また、22勝3敗という戦績は1985から86シーズンに並ぶ球団最高記録である。シーズンの中断後、レイカーズはレギュラーシーズンの最後の8試合に参加できる NBA バブルに招待された22チームの一つに選ばれた。そしてレイカーズは2013年以来となるプレイオフ進出を決め、 52勝19敗で10年ぶりとなる第1シードを獲得した。プレーオフ1回戦では、ポートランドトレイルブレイザーズを5試合で破り、カンファレンスセミファイナルのヒューストンロケッツも5試合で破り、カンファレンスファイナルのデンバーナゲッツもまたしても5試合で破り2010年以来となる NBA ファイナルに進出した。ファイナルの相手は、ファイナル初出場となったジミーバトラー要する、 マイアミヒートと対戦。結果は4から2で勝利し10年ぶりの優勝を果たした。また、レブロン・ジェームズは、キャリア4度目となる、ファイナル MVP に選ばれた。この勝利により、レイカーズは、フランチャイズ史上17回目の NBA チャンピオンとなり、ボストンセルティックスと並ぶ、史上最多となった。そして2017年にジェリーバスからチームを引き継いだ、レイカーズのオーナーである。 ジーニー・バスは NBA チャンピオンを獲得した初の女性オーナーとなった。ハリウッドのそばにあるため、レイカーズの本拠地では有名な映画俳優が多数見られる。中でも、ジャック・ニコルソンが最も有名で彼はシーズンチケットを1967年より持っている。他によく知られているのは、デンゼル・ワシントン、ダスティン・ホーフマン、アンディ・ガルシア、ペニー・マーシャル、アイスキューブ、 シルベスター・スタローン、マイケル・クラーク・ダンカン、ダイアン・キャノンである。南カリフォルニアに本拠地を置く、レッドホット・チリペッパーズのメンバーも長年の、レイカーズファンであることが知られている。サルートツー・カーリーム・マジック・ジョンソン、エイトリビュートツー・ザ・ショータイム、エラ・レイカーズというジャバーや、マジック・ジョンソンの歌が彼らのアルバムマザーズ・ミルクにある。チリペッパーズのベースのフリーにより、 2005から06シーズンに NBA 公式 HP にレイカーズのブログが書かれた。07から08シーズンではプロサッカー選手であるデビッド・ベッカムがロサンゼルスチームであるギャラクシーに移籍し、ただステープルズセンターを訪れ妻ビクトリア夫人と共に観戦し話題を呼んだ。ステープルズセンターカラーリングノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数。 パーセントイコール勝率2009から10年シーズン終了時点、レイカーズは NBA 最多勝利、最高勝率を誇る。また、最も多く NBA ファイナルに出場し、優勝回数は歴代1位の17回である。レイカーズはまた、アメリカのプロチームの中で最も長い連勝記録33を持っている。プレーオフを逃したこともわずか10回しかない。ふとし文字。 殿堂入り選手、優勝時に在籍した選手、在籍時に MVP を獲得した選手、偉大な50人。ありがとうございます。